尖閣諸島をめぐる日本と中国の緊張も高まっており、中国海警局の船舶が常態化した形で侵入、海上自衛隊も航空機から監視境界乗り出したとの情報をキャッチしました。今回は尖閣警護強化で海上保安庁が海強に負けてはならないわけを詳しく見ていきます。日本は実効支配で強化するべきとの声が多くあります。増税メガネは意外に動き出すかもしれない。2024年に入ってから早くも1ヶ月が経過。2022年2月から続くロシア・ウクライナ戦争、2023年10月から開始されたイスラエル軍によるパレスチナ・ガザ地区を中心とする武装組織ハマスとの戦闘など、国際的な緊張状態が続いている。ガザ地区におけるイスラエル軍の軍事行動は、イスラム武装組織ハマスの殲滅を目指す掃討戦の様相を呈しているが、中東全体の不安定化に飛び火し、アメリカやイギリスがイスラム武装組織の拠点を空爆するなど、拡大の兆しを見せている。かたや、ロシア・ウクライナ戦争では、ロシア軍が東部を中心に、じわじわと、しかし、確実に支配地域の拡大を進めており、ウクライナ側にとっては、なんとか防衛線を構築して侵食を防ぐしかないという、劣勢な状況に追い込まれた感が拭えない。こうした世界的な紛争の激化の陰に隠れる形ではあるが、日本と中国との間では、尖閣諸島をめぐる情勢が一段と緊迫化しており、いかにして中国側のこれ以上の浸透を食い止めるのかという問題に直面している。この2024年2月8日には、尖閣諸島の沖合の排他的経済水域において、中国海警備局所属の船舶が近年の通例ともいえる4隻1セットで航行していることが、警備に当たっている海上保安庁の第11管区海上保安本部の報告で判明した。このような尖閣諸島周辺海域における中国海警局の船舶の侵入はもはや常態化されてしまっているが、昨年2023年は、こうした中国側の公船の出没は過去最多の352日を記録、ほぼ毎日のように行われていることが浮き彫りとなった。こうした中国海警局の船舶の行動は、昨年2023年11月末に、同国トップの習近平主席が尖閣諸島の所在する東シナ海を管轄エリアとする同局司令部を訪問、直接的に対応強化の指示を与えたことが大きいとめされている。ここでは、尖閣諸島を中国の領有だと対外的に示すための方策として、中国海警局の船舶を恒常的に周辺海域へ派遣すること、周辺海域で漁業を行う日本の漁船に対する排除行動を強化することが打ち出されたことが確認されている。日本側としては、尖閣諸島は自国の固有の領土であるという立場を崩してはいないが、中国側はなし崩し的に、その領有を既成事実化する行いを強化しているといえ、中国海警局の船舶を用いた実力行使を推進しているといえよう。こうした尖閣諸島周辺海域における中国政府の政治的な意向を反映した中国海警局の船舶の行動は、2012年に日本政府が同諸島の一部を国有化して、以後年々激しさを増しているが、さらにエスカレートする事態も発生している。それは、今年2024年に入って、以後、中国海警局の船舶が、尖閣諸島周辺の日本の領空内を飛行する海上自衛隊の航空機への対処も開始したという事実であり、自国領への領空侵犯の防止のため、無線通信による警告を発し始めたというものだ。これまでは、尖閣諸島周辺海域内の日本の領空について、中国海軍の一部の艦艇が、海上自衛隊の航空機に向けて同様の警告を発した事例はあったが、中国海警局の船舶がこうした行動を起こしたのは今年が初めてのことである。こうした中国海警局の船舶からの無線を通じた海上自衛隊の航空機への警告は、明らかに従来以上に尖閣諸島の領有化を既成事実化しようと中国政府が企図していることの表れであり、対応のレベルを引き上げたと解釈すべき事態である。日本政府としては、
こうした中国側、中国海警局の船舶の行動を決して容認できないとの姿勢を示し、その意図を外交を通して抗議として申し入れは行ったものの、公的に対外的な発表などは未だ自粛している形である。中国政府側のこうした行動は、南シナ海におけるスプラトリー諸島などにおいても、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネー島の周辺国との間で繰り返されてきた手法と酷似していると見るべきだろう。中国政府は、急激に発展を遂げた経済力と、それに裏打ちされた軍事力を背景に、実に、南シナ海の8割もの海域やそこに点在する島々や干渉を、自国領だと一方的に主張しており、その支配の確立を着々と進めている。こうした中国側の一方的な主張に対抗するべく、フィリピンは、オランダのハーグにある常設仲裁裁判所に訴えを起こし、2016年7月には、同所から、中国側の主張には、国際法上の法的根拠はなく、国際法違反だとの見解が示された。しかし、中国政府側は、こうした常設仲裁裁判所の下した裁決について、何ら拘束力を伴わない無効なものであると一方的に宣言し、したがって中国はその内容を受け入れず、認めずとする声明を発して、実効支配を粛々と進めている。この例からも明らかなように、現在の国際法は何ら強制力を伴うものではなく、いわば紳士協定にも近しいものであり、大国が自身の考えを曲げるような結果となることは、非常に残念ながら期待できないものとなっている。そうした現実があるからこそ、アメリカ海軍は、南シナ海においても、航行の自由作戦と呼ぶ自軍艦艇の通行を不定期に実施して、中国側の動きを牽制しており、中国の領有既成事実化を妨害する行動を見せている。第二次世界大戦後に、今の国際連合が設置され、その建前上は、武力行使による現状変更は許されないとする意見が存在はするものの、その賛同者は多くの場合、いわゆる西側に近い国々に限定され、強制力は持ち合わせていない。もっと言うならば、2003年にアメリカやイギリスを中心として行われたイラク戦争においても、国連決議としては、その実施を容認してはおらず、ロシアや中国等の国々にとって、自国の在り方を正当化する言い訳にすら使用されている感が強い。残念ながら、このイラク戦争におけるアメリカ・イギリスの行動は、確かに開戦理由とされた大量破壊兵器の保有をイラクが実際には行っていなかったことからも、戦後は多くの西側の人々からも誤情報に基づく誤った行動だったと考えられている。この自責が今の中国やロシアの在り方について、アメリカをはじめとする西側諸国にも大きな誤謬があり、彼らに自国の主張を正当化させる一因となっていることは非常に由々しき事態だと認識しておく必要があるだろう。翻って尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の対立についてであるが、最前線で対峙する前者の海上保安庁と後者の中国海警局とでは、すでに保有する船舶数で、日本は半数以下と劣勢で、残念ながら、その差は今後も拡大すると思われる。また、中国海警局の船舶が、中国海軍の艦艇の譲渡を受けて、実に 76mm もの口径の主砲をそのまま搭載する船舶すらあることに比して、海上保安庁の船舶は、最大でも 30mm から 40mm の機関砲の搭載に止まり、単純な火力での対抗はもはや期待できない。そもそも、太平洋戦争後に韓国に実効支配されてしまった竹島や、ロシアに同様に占拠された北方四島の例を引くまでもなく、一度他国に武力占拠されてしまえば、今の日本に、それを実力で奪還する行動を起こすことは困難だろう。したがって、尖閣諸島についても中国側に実効支配させないように事前の対処をしておくしか方策はなく、一時的に中国側を刺激するかもしれないが、公的機関が常駐する設備を設けておく必要があるのではないかと個人的には感じてしまう。尖閣諸島の問題は、勝手の日本が田中政権時代に中国側の男将兵との間で棚上げをしてきた
政治問題のツケがここに来て浮上した形だが、今一度政治の明確な対応が求められる段階に来たと言うべきなのだろう。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本領海に中国海警局所属の2隻の公船が侵入し、約26時間経過した翌3日に、やっと同海域を出て行ったという事案がありました。中国艦船は長時間にわたって日本の領海侵犯を行い続けていたというわけです。この2隻の中国海警局公船は、尖閣諸島周辺海域で操業していた日本漁船に接近しようとする動きを見せていたようです。そのため、海上保安庁艦艇が監視を続け、中国側に何度も退去警告を行っていたそうです。3月29日、中国海警局公船2隻が、尖閣諸島周辺海域へ領海侵犯を行っています。この時も2隻の日本漁船に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止しているのです。尖閣諸島周辺の日本領海内への中国海警局の公船の侵入行為が頻発しています。理由としては、尖閣諸島は自国の領土だと、一方的に主張する中国が、既成事実化を狙った行動という見方が大勢を占めています。特に、2021年2月より、中国海警局法が改定施行されたことが大きいと思われます。その内容は、中国側が必要と判断した場合、武器使用の基準が引き下げられたということで、実力行使を後押ししようというかのようで、油断できません。また、ここにから3年の間、中国国内法によって増えている状況があります。それは、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が、水上及び対空レーダーを切ったまま航行して侵入し、同海域到着時にオンにするという運用を行っているというのです。こうした動きは、自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇が尖閣諸島海域へ出入りする動きを把握させない目的があると考えられます。つまり、より悪意のある行動と見さされています。水上及び対空レーダーを稼働させずに中国艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域で日本漁船などの他の艦艇と衝突する危険性が高まることを意味しているはずです。それに加えて、中国側の一部の艦艇は、日本の艦艇用の民生用レーダーを搭載しているので、わざとこれを稼働させることによって、自分たちが中国公船であることを隠そうとする意図があると考えられているのです。とはいえ、個人的には、このようなアナログな手法で、自衛隊やアメリカ軍のレーダー網から逃れようというのは、相当無理があるようにも思えますし、そういった企みをしていることをわざと見せつけることが狙いのようにも見受けられます。また、尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の航空母艦遼寧を中核とする艦隊が、4月3日、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだということです。この遼寧は、中国海軍の練習用空母という位置づけですが、今回は、日本領海や接続水域への侵犯は、ありませんでした。ちなみに、この艦艇が同じルートで航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月だったことを覚えている方もいらっしゃるでしょう。2020年は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に、新型コロナウイルスの罹患者が発生し、隔離することになりました。不測の事態で一時的とはいえ、
太平洋地域で活動可能なアメリカの空母は一隻もないという異常事態が発生したのです。そのため、いつもはアメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が鬼の犬間とばかり自国の遼寧をこれ、見よが死に太平洋方面に展開させ、当時も大きく報道されたというわけでした。最近の中国は、一時中断と伝えられていた新型航空母艦の建造を再開しています。新型は、この、遼寧や続く3頭と異なり、電磁式カタパルトを装備した固定翼機運用型になると見られています。さらにその後に続く艦艇では、技術的な困難が伝えられていた原子力推進型の実用化も進めている模様で、中国が目標としている航空母艦6隻体制の構築を確実に進めてきていることが確認されているのです。こうした中国海軍の増強に対し、2021年4月8日には、アメリカの上院の外交委員会が戦略的競争法と訳される法案を示し、軍備拡張を続ける中国への新しい対処方法を打ち出したものになりました。この戦略的競争法はアメリカ上院の超党派から提示されたものです。日本や韓国との同盟を基軸として安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めています。その中には、日本にとって心強い文言があったようです。中国の脅威にさらされている尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた第5条の適用対象であることが明文化されているのです。これは極めて重要な意味を持つ内容と言えましょう。2021年1月に誕生したバイデン新政権は、対中国強硬派だった前トランプ政権時代よりも中国寄りの政策を採用するのではと見られていましたが、今回の動きは若干の安堵感を覚えるものだったようです。しかし、こうしたアメリカの動きを見逃す中国ではありません。中国政府はこの戦略的競争法に強硬に反対する姿勢を早々と表明しています。この法は、中国のウイグル問題にも踏み込んでいるので、主権侵害と激しく主張しているのです。尖閣諸島に関しては、日本の主権侵害ですけどね。南シナ海の領有権も、一向に譲歩する姿勢は、感じられない中国は、2021年は、尖閣諸島に対する圧力をさらに強めてくることは、間違いないと思われます。日本の領土である尖閣諸島沖海域で中国海警局の動きが活発化している。中国の艦艇は交代時にレーダーをオフにしており、日本政府の対応に疑問が呈されている。中国海警局の公船が尖閣諸島周辺海域に侵入し、日本漁船に接近する動きが頻繁に起こっている。中国は、尖閣諸島を自国の領土と主張し、既成事実化を図っているとみられている。中国海警局の公船は、侵入時にレーダーをオフにし、衝突の危険性を高めていると考えられている。中国海軍も航空母艦を展開し、増強を進めている。これに対し、アメリカは、中国に対する新たな対処方法を打ち出している。日米安保条約により、尖閣諸島が適用対象とされており、日本にとって重要な意味を持つ。中国はアメリカの動きに反対し、南シナ海の領有権問題でも圧力を強めてくる見込み。